てめえの曲なんて全然聞かねえんだバカ野郎。おこだ244番の北原浩喜。そういった思いを込めてマットに上がります。赤コーナー249番のマッチョバディ小雪の道。マッチョバディ、理不尽男、理不尽大将、小雪博道であります。まあね、この日の 4.2 っていうのはある部分でね、いろんな団体が集まって、不安に何かを見せるというイベントなんですが、その中にあってね、セミでこの冬木と北原がやるということが大きいですよね。これシングル戦はですね、91年の4月1日神戸以来ということで、ただもう背景が全然違いますからね。そうですね、でまあ冬木がね、不思議なことに部員からね、今の入場の時もそうだったんですが、冬木コールが起きるほどね、理不尽大将として変な人気が出てきましたからね。ある意味じゃ本当に天竜の向こう張る WR のエースですから。そうですね、確かに脇道を歩いているなと思ったら、東区と天竜の横に並んでいたという。そうですね、今のヘッドロックからね、くるくるっと腕を取るあたりなんかね、レスリングの実力というものもね、チラチラっと見せますから、そういうところに説得力があると思うんですよ。なんですよね、この冬木の魅力というのはまさしくそこにあると言っていいでしょう。そして北原も飛び道具をたくさん持ってます。そうですね、選手もね、こう秘めた力というのはもっともっとある選手です ね。とにかくね、今正規軍の陣容が手薄ですから、もう何が何でも北原に頑張ってもらわなきゃいけないんですよね。久々のシングル戦、そして91年に戦った時にはサムソン冬木が北原辰巳を変形エビ固めで出ましたけどね、ということなんですが、いずれも名前を変えまして、いろいろ胸に期するところあると思いますが、しかしその胸に期するところがこの2人の場合随分と違っていました。そうですね、でまあこの日の試合にしてもね、冬木にしてみればね、やっぱり自分がメインじゃないっていうことですよね。ゲドワン来ましたよ。もう手足のように使いますからね。またこれですか。まあ、冬木にしてみればね、主役の座を取ってやろうと、そういう意識があると思うんですよね。そうですね。さあ北原と冬木。あ、北原流血ですね。あ、本当ですね。もう本当にね、北原はね、下道とも戦わなきゃいけないですからね。天竜のお株を奪わんという冬木、そしてその冬木が抜けてのナンバー2、正規軍の中で天竜の後にぜひともぜかしとも続いてほしいというこの北原浩喜。ですね、冬木に言わせると天竜は白黒テレビのヒーローだと、過去の人間だよと、今の実際のエースは俺なんだという意識がすごいありますからね。なんとなくこう風格出てきましたよね。そうですね、その冬木に対して激しいヘッドバットでありますが、今日も吠えてます。倒れました。冬木博道蹴り出します。場外に落ちた冬木をすぐさま下道が守りに行くという。もうすごいのはね、冬木が声かけなくても勝手に動くんですよね。なるほどね、下道がね。さあ足を使われました。そして引っ張り引きずり下ろされます。そのまんま椅子につけます。お客さんが逃げる。大変だ、大変な騒ぎになってます。ちょっとお客さんも肩を押さえてますが、この辺りはお構いなしの理不尽大将だ。もう規制を発しながら脳天直撃ですね、あ、そしてもう一度距離を測って走っていた。危ない。この規制もね、風紀に言わせると別にパフォーマンスじゃなくて、それで間合いを測ってるんだと。だからもうこの地団打風といいますか、地たまたのステップを踏むですね、このポーズもかつてはもうボイングの対象だったわけでありますが、今お客さん大喜びですもんね。いや、早くもこうやってコーナーのマットを外しております。さあ北原が来ます。流血です。額から鼻にかけて鮮血が流れていますが、張り手コーナーに、しかもマットを外してあります。結構いろいろ計算に入れてるんですよね、
だから会場入りすると冬木はね、あの机の位置とか椅子の位置とかあそこに何があってって全部チェックしてるんですよ。あ、なるほど。で試合の時どうやったら使えるかなってことを考えてる人だから計算づくの力士なんですね。まあ、伊達にねもう長年プロレスやってるわけじゃないですね、はい、出ましたね。あ、本人に言わせると華麗なフットワークのこのジャブからの攻撃ですね。本人に言わせるとね。さあ張り手返した。これは強烈でしたね。これこそ北原の真骨頂、ここからガンガン畳みかけてほしいですね、ああ怒ったぞ北原。デコラテーブルにぶつけます。あ、怒った。返す刀、この辺がすごいですね。そして椅子と椅子でここでセコンダルの折原もちょっと心配する見ておりますが、冬木と北原の場外大乱闘になってしまいました。でもね、北原はねいいもの持ってるけどもね、はい、ラフになるとね弱くなるとかですが、もうこのぐらいねめちゃくちゃにやっていいと思います、やるときは ね、 しかしこの冬木ですよ。さあ北原がもう冬木につかみかかっていってます。確かにここまでのですね、北原を見るとサービサーという感じがしますね。そうですね、あの北原もやっぱりこの試合の意義というものをね分かってるでしょうから、しかしこの辺り冬木がうまいところ鉄柱に北原を打ち付けて自らはくるりと知らぬ顔の半兵衛という感じでマットの上に戻っています。本当ね冬木は何か人を食ってるというかもう天性のものでしょう ね、 そうですね。聞いてるんだか聞いてないんだかも分かんないし、疲れてんだか疲れてないんだかもよく分かんないし、はい、やる方は嫌でしょうね、対して普通に歪んだ表情でブルーのマットに戻ってまいりましたのは北原、北原浩樹。ここはちょっと北原の反撃に期待したいですね。あ、今ちょっと崩れ落ちましたね。崩れましたがストンピング顔面を狙ってます。あーという野獣のような雄たけび一発。あ、でも目は死んでないですね北原。そうですね、凄まじい顔をしてます。さあロープリン振られたが返していったエルボー、これを狙ってました。アイキック、もっと蹴ってみろと言ってますね。確かに雰囲気は微動だにいたしません。マッチョバディです。まあもともと打たれ強くてね、橋本真也ともねいい勝負してましたからね雰囲気は、はい。リングの中央ヘッドバット応酬になっています。ゴチゴチとやってますね。北原押していったコーナーに振る、振り返された勢いよくラリアット串刺し。これはもうなんか力でですね、そうですね、またこの串刺しのラリアットうまいんですよね、うまく測って強引に力で持っていきました。串刺しのラリアット、ちょっと苦しい体勢になりました。冬木スペシャルですね。スペシャルがっちり決まっている、リングの中央で決まっている。あっとなるかどうか。さあ本当ね、ここでギブアップできないですよやっぱり北原は。そうですね、顔面が強調しています。普通に歪んでいます。しかしギブアップをするわけにはいきません。北原浩樹、いつの間にかねこれロープが外されてんですよね、3段目のロープがね。そして今は何を持ってますか。あのロープを締める金具ですね。あ、しかし運のレフリーに止められている時に北原の蹴りが出ました。雰囲気は場外転落しています。しかし本当にやりたい放題ですね、リングまで壊してしまうんですからね。しかしすすっと影のように下道が近づいています。そして親玉理婦人大将の準備結果を伺っていますので、北原もあ完全にこれロープがほどけてしまいました。もう目には目をですね、そしてサードロープがこれは非常に珍しいですね、サードロープごと取れてしまいまして、そして後ろに回り込んで首を締め上げるという北原浩樹。さあこれは冬木博道自らが墓穴を掘ってしまったような格好になっていますが、ちょっとまさかね北原が理不尽な攻撃を仕掛けてくるとは思ってなかったんじゃないですかね。目には目を、理不尽には理不尽をという北原浩樹です。さすがにこれ北原もですね、苦しい顔になっています。ちょっと今運のレフリーがね、だけどされましたね。あとね冬木ね口切ってますかね、ちょっと口から違う目してましたね。そして運のレフリーが北原浩樹を
なんとか止めようというところ、かなり暴走しています。ゲノーがちょっと近づこうか、いや近づくまいか、様子を見ているという感じでありますが、売りのような様相になっています。その北原にちょっと蹴押されたような感じでゲドーが後ろに下がりました。そうですね、まあ、あとゲドーの場合ね、ここで入るとかえってやばい展開なんじゃないかとかね、なるほど、いろいろ考えている男ですからね。冬木軍は本当に計算のできる強者揃いという感じでありますが、北原が冬木を戻します。サードロープがありませんので、スッとこの北原、あの冬木の大きな体も戻ることができました。トップロープコーナーに登りました。冬木は今ようやく立ち上がって振り向きざま、北原飛んだ、激しいコーナーからのドロップキック。ここからね、畳みかけが欲しいですね、はい、そうですね、北原が変わったと、この4点に後楽園ホールに詰めかけたお客さんに見せることができる千載一遇のチャンスがやってまいりました。ロープに振った、そしてショルダースルーをディリティで返した。いいタイミングで入りましたね。タイミングですね。さあここでもうガンガン行かないといけないですね。起こす北原が持ち上げてパワーボム、カウント2。まだね、でもね、このダメージ信用できませんからね、もう惑わされずに北原行かないといけないですね。そうですね。さあジャーマを狙ったら急所を蹴りですね。これは言えますか、振り向きだな。速い動き、相手の動きをよく読んでいました北原が、今度は冬木スペシャルでお返しだ。そうですね、逆に決めてますね。はい、理不尽には理不尽の冬木スペシャルには冬木スペシャルを、ゲドーが入るのをね、ゲドーが入ろうとしています。安田岡が止めてますね。安田岡が止めてます。そしてスプレー、コールドスプレーだ。誰だ誰だ誰だ、邪道ですね。邪道、怪我をしててもね、ちゃんと試合に入ってくるんですね。名は体を表す邪道に走ってしまった邪道。これ目を直撃しています。本当に目つぶしですね、この得意げな表情。いきなり菊池投手の表情に戻りました。そしてラリアット一発、冬木体当たりかわした。さあ北原が流れ力を振り絞ってロープに捕まりながらの蹴りであります。そしてそのまま抑え込んでいった、固めた、しかしカウント入りますが、トゥー返した。今のはいい読みだったんですけどね、しかしちょっと先ほどのスプレーの影響が心配されます。そうですね、ロープに振った北原が回し蹴りかわした。そして正面振り下がラリアット、そのまま片襟を抑え込んだ、カウントをトゥー。今のラリアットよく返しましたね、ウエイトが乗ったいいラリアットでしたね。そうですね、この辺りは気力で戦っているという北原でありますが、そのまんまバックドロップ、しかも旋回式正面に叩いてパワーボムのような形になってカウント3、マッチョバディボムですね。